ベヘルデラフロンテーラは、スペインアンダルシア州カディス県のムニシピオ。1857年までの使命は違う、綴りのベジャー。1857年から1877年までの使命は短く、ビジャーであった。イベリア半島とアフリカ大陸を隔てる、ジブラルタル海峡を見下ろす小高い丘の上にある。ベヘルには新石器時代から人が定住し、 青銅器時代にはすでに要塞が築かれていた。ローマ以前にはベサロと呼ばれており、現在も残る死壁の一部は、紀元前7世紀からある。ローマ時代には、バエシッポと呼ばれていた。711年、西郷島ロドリーゴに勝利したターリクイブンズイヤード、引きるイスラム軍がバエシッポ周辺を征服した。550年余り続いた、イスラム支配時代。 町は、ベシェルと呼ばれた。彼らは、城の扉、死壁、通りに面した場所の格子窓といったイスラムの影響を物語る痕跡を残した。ベヘールは2度、キリスト教徒軍に征服されている。カスティーリャオ・フェルナンド3世時代の1250年が一度目であり、1264年6月に、アラブ人が再征服した。 1264年8月から2度目の戦いが始まり、1285年にキリスト教徒軍が勝利するまで続いた。戦いの後、ムデハルは町から追放された。1285年、サンチョ4世はベヘールを報道としてサンティアゴ騎士団へ与えた。しかしこの命令で騎士団がベヘールを領有することはなく、ベヘールは カスティーリャ王国に併合された。1307年、イスラム教徒が去った後のベヘールに、キリスト教徒の植民がされた後、アロンソペレス・デグスマンが、ベヘール領主となった。彼はすでに1299年から、タリファを征服後ジブラルタル海峡一帯の領主となっており、王の代理人及び領主として、海峡の防御者となっていた。この領土は、 メディナシドニアクゲの世襲となった。15世紀から16世紀までベヘールは、グスマン家を領主に持った。近代に入り、メディナシドニアクゲに対抗したフアン・レリンケア・アラ・カベサが、自治体の支配権を握り、メディナシドニアクゲが、一帯に領有していた土地をアサスで据える手と、改名した。1976年、ベヘール・デラ・フロンテーラはスペイン歴史保護遺産に、指定された。 現在のベヘールデラ・フロンテーラでは農業やあの育成が行われている。また、市街の美しさと得意性のおかげで自治体の観光客誘致目的で住宅建設、商業の部門が十分に成長している。ありがとうございます。